平安時代末期からこの地域を支配していたのは、名前の由来になっている豪族の伊東氏。室町時代には後に小田原北条氏の繁栄を築く北条早雲が伊豆に侵攻し、伊東氏は抵抗の末その配下となります。こちらの古文書は四代目北条氏政が伊東九郎三郎に対して政の一字を与えたことを示しています。また豊臣秀吉の朱印がある置手書きや、北条氏の滅亡後は徳川家康に仕えたことがわかる古文書などおよそ90点が展示されています。この展示会は来年3月末まで開催されています。